IPA、ブラウザの偽通知、パソコン編、出口検証動画。今日の夕飯は、何の出前を、頼もうかな。検索。お、このサイト見てみよう。ああ、これね。ロボットじゃないですよ。人間がアクセスしてますよ。許可。おポチ？また出た。人間がアクセスしてますよー。許可。おポチ？また出た。セキュリティに厳しいサイトなんだな。許可。おポチ？あれ？セキュリティ警告？ははーん。知ってるぞ。これは偽のセキュリティ警告だな。ブラウザを閉じれば OK。お腹減ったな。夕飯どうしようかな。なんか出た。またセキュリティ警告？わわわー。また偽のセキュリティ警告のサイトが表示された。また、ブラウザ閉じて。また出た。これも嘘だから、また閉じて。また通知が出た。矢印をクリックすれば、サイトには行かずに通知が消せるぞ。ちょっと、ブラウザの設定を見てみよう。設定。クッキーと、サイトの、アクセス許可。通知。あれ、怪しい URL が登録されている。全部削除しよう。どうすればよかったのか、振り返ってみましょう。これは、キャプチャー認証を装って、サイトからの通知を許可させようとする罠です。安易に許可をしないで、ブラウザを閉じてください。これは、ウイルス感染などの偽の通知です。通知をクリックすると、不審なサイトへ誘導されます。通知の部分をクリックせずに、矢印をクリックして通知を消してください。終わりー。